韓国の整備ベタには定評があるようです。その証拠に運用している軍事装備のほとんどが動かないとか。なんと、グローバルホークは4機中半分の2機が動かない。驚きますね。今回は、このグローバルホークのメンテナンスについて紹介していきたいと思います。グローバルホークも動かないし、F-35A 戦闘機についてもわからなくなってきました。設備には必ず維持管理が必要です。特に、軍備品は高い金額で購入したものですから、メンテナンスもしっかりしなければ耐用年数まで持ちません。メンテナンスを甘く見ると、後で泣きを見ることになります。2019年12月以降、韓国はアメリカから高高度無人偵察機グローバルホークを4機購入しました。製造元はライアンウェアロノーティカル社で、攻撃能力はなく、偵察機能のみを持つ航空機です。韓国が意気揚々と購入したはずの偵察機ですが、この一部に部品の故障が発生したのです。韓国軍当局によると、現在使用しているのは、1号機から4号機ですが、2019年12月に購入した1号機に故障が見つかったとのです。故障内容ですが、航空機にとっては重要なランディングギア、着陸装置から油が漏れていたというのです。着陸時に火を吹いて大事故につながりかねない深刻な故障です。それだけではありません。2020年4月購入した2号機にも、革新制御センサーに関する異常が発見されました。軍事用品は、もともと巨額なコストがかかりますが、グローバルホークも例外ではなく、1機あたり2000億ウォン、約185億円、という高額です。そんな高額な最先端の機体が、2機も実用化を前に、戦力化の段階でストップせざるを得ない状況に陥ってしまったというわけです。大切な国家財産が無駄とまではいかなくても、しばらく放置せざるを得ない状況に陥ったということでしょう。韓国軍は、2021年下半期には作戦配備する予定で、その日程を目標として、飛行、及び装備性能検証など戦力化段階を、現在一生懸命進めていると思われます。残り、わずか1年という厳しい日程というのに、このような状況が発生してしまったのです。空軍は、この苦境を打開するため、正常な機体の部品を故障した機体に使用するという、同類転換方式を考えているとみられます。つまり、1機のグローバルホークを動かさず、部品取りに回すということです。外した正常な部品を故障した2機につければ、4機のうち少なくても3機は動かせる計算になりますからね。185億円の機体を動かすことなく、部品を取るために分解してしまおうということですね。他人事ではありますが、もったいないですよね。韓国軍当局者は、世界中で運用されているグローバルホークは20機以下しかないから部品を融通するのは難しい。製造元のアメリカも稼働率を上げるために同類転換方法を使用していると言っています。部品をやり取りできないという事実に加え、世界中に蔓延する新型コロナウイルスの影響によって人々の往来が禁止されたり少なくなっています。軍関係者も例外ではありません。アメリカの技術者たちが韓国へ入国するのも難しくなっているので、ますます修理作業が遅れることになったのです。グローバルホークは実用化まで時間がかかる。今のうちに部品の欠陥や
整備の問題点を発見して、解決スキルを上げる時間にしよう。防衛事業庁、アメリカ政府事業チーム、企業と密接に協力して、目標時期までに、正常に作戦を行えるよう、早期に問題を改善するとも、空軍関係者は話したそうです。ピンチをチャンスにしようということなのか、うまい言い訳とも思えますね。高い金を出して買ったはいいけど、予備の部品もちゃんと用意したのかわかりませんし、メンテナンス訓練は受けたのでしょうか？現物を買っただけで使えるわけじゃないのはコンピュータと同じですよね。ここからは日本のネットの声を紹介してみます。2号機の革新制御センサー関連に異常ありとか。まさか、分解したはいいけど組み立てられなくなったってこと？ F-35 戦闘機のおまけに、ロッキード社が人工衛星をくれたけど、制御システムが入ってないから、地球の周りをぐるぐる回ってるだけで、何の役にも立ってないらしい。衛星の打ち上げも韓国でできなくて、他に依頼していたような。せっかくのグローバルホークを部品取りに使う？間に合わせ？機械って壊れる箇所は、どんな機械でも、だいたい同じ箇所だよね。残りの機体の同じ箇所が壊れたらどうするんだろう。残り3機の1機から部品取ったら、実際に稼働できるのは2機しかないよね。何回もそれを繰り返したら、最後には全然使えない。昔の F5 戦闘機みたいなアメリカが作った兵器って、アメリカのサポートがあって、初めて動くんだよね。特に、こういう特殊な兵器って後が大変。フォロー経費を考えると、維持費の安いロシア製が、途上国に人気があるのはわかる。性能は悪いけど、アメリカは2021年からグローバルホークの退役を開始して、調達計画も2021年で打ち切ることにしている。韓国のグローバルホークは、韓国型っていう特別仕様機体で、交換部品も高いと言われていた代物。グローバルホークを買った他の国は、部品が高いっていう問題もなって。要するに韓国向けにグレードダウンしたから、部品が高くなったんだと噂されていたよね。などなど、竹島問題や徴用工問題などで、日本に対して友好的とは言えない韓国への視線は厳しいものがあるようですね。では、韓国の別の話題を紹介します。2019年12月17日、韓国空軍のステルス戦闘機 F-35A 戦力化の行事が非公開の内部行事として実施されました。清須空軍基地で行ったのですが、ウォン・インチョル空軍参謀総長が主管する軍内部行事という形だったので、大統領と国防部長官の姿はありませんでした。メディアの取材許可も下りなかったので、外部からの出席者は、防衛事業庁の関係者、F-35A の製造会社であるロッキード・マーチン社、ライアン・エアロノーティカル社と合併関係者など少数のみだったそうです。この行事の趣旨は、関連する要員への激励ということになったようです。軍の戦力化行事は、通常なら、大々的に行われるはずです。国民に対してでもありますし、外国へ国威を見せつける目的もありますから、派手にしますよね。ロシアや中国がいい例です。しかし今回は非公開でした。関係者からは、小規模にした理由を、大統領が出席した国軍の日にも、ソウル国際航空宇宙、および防衛産業展示会においても、F-35A 戦闘機は公開しているから、
今回は公開する必要はないと判断した。戦闘機は国防に関わる大切な資産である。機密が要求される品を何度も何度も公にするのは禍根を残すという首脳部の意見があったと説明しました。と言っても、先端兵器の戦力化教授に大統領や長官が出席して大々的に行った前例は数多くあります。丁慶とチョン・ギョンドゥ国防部長官は1月30日、KC-330 戦力化行事を主管しています。今回だけが特別だったのではないかと考えられるのですが、では、特別だった理由は何でしょう？ここで連想されるのが同民族ながら、根深い対立があるお隣の国北朝鮮です。軍内外からは、今回の行事を小規模に抑えた理由は、政府が北朝鮮の反応を意識しすぎているせいだという批判が出ているのです。北朝鮮は、昨年3月、アメリカでのグローバルホーク1号機の出庫式から、韓国がステルス機を導入したことを、反民族的犯罪行為と、断定、F-35A 戦闘機の導入を何回も非難してきました。F-35A 戦闘機は、北朝鮮の全域を、作戦範囲として、戦略目標を一挙に打撃できる、強大なステルス攻撃力を持っている戦闘機なので、北朝鮮首脳部が、一番恐れている武器だと推測されているのです。北朝鮮宣伝メディアは、韓国は F-35A 戦闘機の導入は南北軍事合意に反しないと主張しているが、それは、詭弁だ、南朝鮮が武力を増強したり、我が国を挑発するのは、相手に対するあらゆる敵対行為を中止するとした南北共同宣言と南北軍事分野合意書に、明らかに違反していると、強い口調で韓国を批判したのです。北朝鮮メディアの非難に対して、韓国政府関係者は、北は、軍事合意書にある、双方は、武力増強問題などを協議するという部分を悪用していると述べました。韓国としては、北朝鮮は、言いがかりをつけていると主張したいところでしょうが、そこまであからさまには反論できないのでしょう。グローバルホーク1号機が非公開で導入されたのも、こういった雰囲気と深い関係があります。このグローバルホークは、地上 20km 上空から、レーダーや赤外線探知装備を使って、地上のわずか 30cm の物体まで識別可能という最先端偵察機なのです。要するに、衛星にも負けない監視能力を持っているので、北朝鮮の核やミサイル動向を把握可能ということが期待されます。だからこそ、北朝鮮は、8月、祖国平和統一委員会の談話を通じ、韓国はいつも、南北統一だの、平和平和と言って、我が国が動かないと責めるが、アメリカから買った無人機と戦闘機は、何に使うのか。曲芸飛行しながら、農薬でもばらまくと、言い訳するつもりなのか、我が国の戦力を偵察するつもりなのに、と、グローバルホークの購入を改めて非難したそうです。